こんばんは、日常演舞です。本日は以前期間限定で開店していた焼き芋専門ショップ芋王が、正式に私が乗り換えの駅で仕事に行く際に電車を乗り換える駅で使っている中のショップとしてオープンしましたので、そこで売られている焼き芋スムージーというものを飲んできました。なので今日はそのレビューをしていきたいと思います。それではあちらが本日飲んでいく芋王の焼き芋スムージーです。ねっとりとした食感の焼き芋が本当に飲み物になったかのように、あ、濃厚な甘さがあって、少しドロッとした血どけもよく美味しかった。まあ、なんだろうな、スムージーというより焼き芋アイスを少し溶かして飲んでいるような味わいがありましたね。とても美味しかったので、本日の暑い今の時期はもちろんですが、さつまいもが美味しくなる秋にもぜひ飲んでほしいです。というわけで焼き芋スムージーを飲んでみたんですが、ドローっとしたスムージーの中から広がるお芋の味が、まさに焼き芋を本当に飲んでいるかのような味わいを広げてくれて、とても美味しかったです。ひんやりしているので、焼きたての熱々焼き芋とはまた違った美味しさが感じられます。冷やした焼き芋も美味しいですが、飲むのも捨てがたいです。というわけで今回飲んだ焼き芋スムージーは、あなたがさつまいも好きなら秋の味覚としてぜひ飲んでほしいということで、ご添付させていただき、あなたの近くにお店があるならぜひ。というわけで本日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。